一貫工業新聞社の大原と申します。よろしくお願いいたします。まず冒頭、知事から報告事項があるということで、はい、お願いします。お手元にこういったペーパーが配ってあると思いますけれども、25日14時からアジア青年国際交流事業2015というものを北京で日中韓の若者たちによって開催することとされておりますので、それに向けまして24、25、26と北京へ出張してまいります。事業目的は書いてある通りでございまして、日中韓3カ国の青年の友好交流の推進及び相互理解の促進を図るということでございます。主催は茨城県の日中友好協会青年委員会と中国国際青年交流センター、あるいはインチョン広域市国際交流財団などであります。こちらからはこのボランティアと110名ほどでございまして、観客数は5000人ぐらいが予定されているところであります。これには音楽ダンスの披露ということで、日本から3グループ、中国から3グループ、韓国から3グループが参加する予定であります。これにつきましては上海万博を契機に始まったものでございまして、その後上海万博では日中で実施したんですけれども、その後韓国も加えまして日中韓の3カ国の若者の交流、特に若者だけといいますか、この出演者だけではなくてですね、それに合わせてその世話役としての若い青年たちの、この県で言いますと日中交流会の青年委員会などの方たちの交流というものも深めていきたいなと思っております。以上です。ありがとうございます。この件に関して何かご質問はありますでしょうか。大丈夫ですか。改めて、質問させて、始めさせていただきます。まずですね、今年度から始まっている UIJ ターンに関する事業についてお伺いします。県内の、就職者、これを、確保するための、UIJ ターン、のための取り組みとして、今年度から、定着促進事業がですね行われていると思いますが、これに関する、取り組みの所感をまずちょっとお聞かせください。ご承知のようにですね、本県の場合大学進学の段階で県内の高校生2割しか県内に進学しておりません。そして県外、例えば東京などの大学へ進学した子どもさんたちがややもすれば向こうに残ってしまうという傾向が大変強いものがございます。それから県内の大学の卒業生につきましても県内へ就職している割合が4割ということで、6割ほどは県外へ行ってしまっております。これはいろいろな理由はあるんだろうと思います。特に若い女性などの場合は都市にとどまりたいというような、都会にとどまりたいといったような理由もあるようでありますけれども、いずれにしても我々としては少しでもですね、茨城県から出て行った方々にこっちへ戻ってきてもらいたい、あるいはまた県内で大学、県内の大学で学んでいる方たちに地元に就職してほしいという思いからスタートをさせたものであります。ただそういった時に私自身もそうでありますけれども、東京の大学にいてですね、ほとんど地元の情報は入っておりませんし、調べようとも多分ほとんどの人はもう割れないんじゃないかなと思います。そういった親御さんがぜひ帰ってこいとか、そういう時のそういう方の場合は別でありますけれどもですね、そういう状況も踏まえまして、できるだけ茨城県の企業の情報などを大学を通じて流す、あるいはまた大学生の状況などについて県の方に各大学から教えてもらう、そういう場を作っていただきたいと考えておりまして、UIJ ターン定着応援クラブといったものも立ち上げさせていただいているところでございまして、大学だけでも45の大学に加入していただいておりますので、そういう大学と連携を密にしていきたいと思っております。ありがとうございます。この取り組みの今後の展開というのはどのようになっていくと。いろいろ情報交換ということを先ほど申し上げましたようにやっていくのと合わせて、インターンシップの促進とか、あるいはまた合同就職面接会等の開催、さらには魅力発見バスツアーといったものもスタートさせたところでありますので、そういう地道な活動をやっていきたいと思っています。これとちょっと関連してですね、
県内に就職者としてこう呼び戻していくということで、県内の企業 その魅力の向上というのも一つ重要な要素になるかなと思うんですが、この辺に関して県としてどのように関わっていく。県内の企業、大企業はもちろん多くの人たちは知っているわけでありますけれども、それ以外の中堅中小企業についてもですね、ぜひこれから発展していってほしい、発展していく姿を見せることによって学生さんなども就職先として、一目置いてくれるのかなと思っておりますので、そういった点で成長産業振興協議会といったようなものもありますし、あるいはまた新しい事業を進めるためのさまざまなこの補助制度などもありますので、そういった形で、応援をしていきたい、企業の発展を応援していきたいと思っておりますし、またこの学生たちが行きたくなるような企業の誘致などにも取り組んでいきたいと思っております。ありがとうございます。次に話題が変わりまして、ロボットの研究開発実用化に関する話で、先週の17日に筑波でロボットイノベーション戦略会議が第1回が行われまして、自分も取材させていただきましたが、ロボットの開発実用化、こういったところに関して、どのような期待をお持ちでしょうか。私はロボット分野っていうのはですね、日本がこれから成長発展していく牽引役になりうる分野であろうと思っております。例えばある機関によりますとですね、ロボットの将来市場予測というのは2035年に約5兆円と言われております。そういった形で外貨を稼げる分野ではないかなとも思っております。そういう点でぜひこれからも順調に発展していけるように、いろいろ県でも努力をしていきたいと思っております。この間のロボットイノベーション会議もその一環であります。またロボットについてですね、例えば春などについてもいろんなところで使用していただいて、そして普及を図っていきたいなと思っております。先日の会議では県はロボット先進県を目指すということを言っていたわけですけれども、どういった分野でのロボットに対して、春などですと福祉医療分野ということ、生活支援分野なども含めてですね、そういう分野になってまいりますし、その他産業用分野もありますし、いろんな分野でロボットというものはこれから大きくこの使用されていくんじゃないかなと思っております。例えばパロのように癒しの分野などといったものもありますからですね、ロボットの分野というのはこれからいろいろな形でどんどん大きくなっていくと考えております。県内企業への波及などはどのような、それはもちろんですね、いろいろなロボットを作る、販売する、そういう過程で、県内の産業分野にも影響を及ぼしていってくれるものと考えております。ありがとうございます。幹事社からは以上です。副社お願いします。はい、どうぞ。朝日新聞の坂本です。先週の末で茨城空港 のカタログだとか買い物券を配るキャンペーンが終了したかと思います。キャンペーン一部事前にそのカタログが余るんじゃないかという話もありましたが、結局どれぐらい配ることができたのかという点と、あとちょっと搭乗率6月の分ですけども見ますと、一部前年比よりも搭乗率が下がっているかと思います。この点について果たして効果があったとお思いなのかどうかお聞かせください。一部下がっているというのはどこが下がっているってですね、神戸札幌と福岡、ごめんなさい、札幌と神戸さんが下がっているように思うんですけども、私が持っているデータでは、はい、札幌、神戸、福岡便それぞれに増えております。増えてますか。神戸の場合にはただしこれは米子便を除いた形で、計算しております。米子便も入れると、はい、去年と今年と状況が違ってきますからですね、そういう、比較的このなんて言いますか、公平な形で比較した場合には3便とも増えている状況になっております。
あたりも含めて今回のキャンペーンの効果評価というものをちょっと聞かせください。キャンペーンがあったので初めて茨城空港を利用したなどという方もおられますので、それなりに効果はあったんではないかなと思っております。さらに早速共通の利用券あるいはカタログギフトを使って品物を取得したという方などもおられますから、そういう面では県産品のPR などにも役立ってくれているのではないかなと思っておるところでございます。それから IBR マイエアポートクラブというものがありますけれども、これの会員がですね、昨年度末 1.3 万人だったんですけれども、7月18日現在で 3.3 万人にまで増えてきております。こういった方たちにはこれからもメルマガ配信などによっていろいろな情報を提供することによって茨城空港の利用を呼びかけていくことができますので、そういった点でもメリットはあったのかなと思っております。それから先ほどの、キャンペーン期間中の搭乗率でありますけれども、5月20日から7月18日、一部この予約状況による計算したものでございますが、札幌便、神戸便それぞれに、4-5% 増えておりますし、福岡便については1割超える増加になっていると聞いております。これは若干16から18は予約状況によって推計しているということですので、最新のデータはちょっと持っておりませんけれどもですね。それからもう一つは、当初見込んでいたよりもこの使われる方が意外と少なかったということもあります。これは公務室長の方などはご遠慮くださいというようなことも掲示をさせていただいておりますし、あるいはまた時間がないので入り口さっと出てってしまうといったような方もおられたようでありまして、必ずしも我々を持っていた数にはなっておりません。交付率でいうと約3分の2ほどになっております。今後これを利用してさらに9月に入りましてから残った分についてはキャンペーンを実施していきたいと考えております。残った分は9月に再キャンペーンをされる、はい、ということです。9月1日から11月にかけてやっていきたいなと思っています。内容は全く同じものを、共通利用券とギフトカタログと別々にあげようかな、どちらか選んでもらうシステムにしようかなと思っています。予算としては新たに計上する分は特にないんでしょうか。チラシなどでまた再告知が必要になるかと思うんですけども。そうですね、そういったものは必要になってくると思いますけれども、今の予算の範囲内でやってくると思います。今のお話で言いますと、やっぱり知事としてはキャンペーンの効果はあったというふうに評価されているんでしょうか。一定程度あったと考えております。それからキャンペーンと合わせて、いつも申し上げてますけれども、消費の拡大というのが最大のこの交付金の目的でありますし、それと合わせて県産品の PR、こういったトータルな面で捉えていく必要があるんじゃないかなと思ってます。搭乗率の話ですけれども、キャンペーン期間中の予約実績ということですか。16から18まで搭乗実績持ってなかったんで予約状況で計算したというだけです。予約状況での、前年比較ということ、ね、そうです、予約してた方が乗ったという前提で、空港ビルでの消費などは増えてらっしゃるんでしょうか。もちろん増えてると思います。どれがどれだけ3000円分の分がどれだけ売れたのか、売れてたのかはちょっと、詳細承知しておりませんけれども、その出た分についてはもちろんそこで使ってるはずですので、消費は拡大していると思います。ありがとうございます。じゃあどうぞ。茨城新聞松下です。茨城空港の関連について伺います。スカイマークの債権者集会が、8月8日に予定されていますが、ここに来て、2つの債権計画が提出されて投票される事態になってますけれども、まず、この、2つの債権計画が争われる事態についてはどのように見ていらっしゃいますか。最終的にどう決着するのか予測がつきませんけれども、
法律的にそういうふうなことがやりうるということでありますから、それはそれとして受け止めざるを得ないんだろうと思っております。どちらがいいとかいうことは我々としてその後の方針がはっきり見えておりませんので、申し上げる段階にはないと思います。まあ支援先が ANA になるかデルタ航空になるかっていう方向性がだんだん見えてきましたけども、じゃあまあ県としては、まあ、今の段階ではどちらがいいとかどちらになっては困るとそういうことは言えないということ、はい、茨城空港の活用により重点を置いてもらえる方の方がいいと思ってます。今の段階でまあ茨城空港の就航便へのこう、まあ、影響で心配されているようなこととかっていうのはありますか。今の段階では全く分かりません。そして水を見守るしかないというところですか。はい、わかりました。ありがとうございます。まあ、我々としてはただ先ほど来話に出てますように少しでも利用客を増やしてアピールしていくことが大事だろうと思っています。にありますでしょうか。はい、どうぞ。日新聞の牧田です。EPP についてなんですけれども、今月末に、まあ、合意がされるんじゃなかろうかという話が出てますが、まあ、昨日も知事JA の、会合に出られてましたけれども、まあ、改めてその TPP の合意についてですね、特にその農業分野での5品目のなり方について、知事はどのような考えを持っておられるのかってこと。まあ、情報がさっぱり得られてませんので、何とお答えしたらいいのか分かりませんけれども、少なくとも2年前の3月に TPP 参加を政府として決定したときにですね、約3兆円と言われたと。本件でも農業だけで1113億円のマイナスの影響を受けるということに試算がなされておりました。まあ、1113というと 25%、 4分の1でありますから、これがどうなるかということによって本県農業は、とんでもない大きな影響を受けるんじゃないかなと思ってます。特に稲作あるいは乳製品あるいは豚肉、こういったものについては極めて影響が大きい分野だと思っておりますので、その今度の会合のですね、育英に大変関心を強く持っているところであります。まあ、昨日も衆参両院の農林水産委員会の決議を遵守するように求める会合が開かれたわけでありますけれども、まあ、衆参両院で決議されている中身については我々としても大変この納得できるといいますか賛成できるところでありますので、例えば農水大臣あるいは甘利担当大臣もですね、衆参両院の農水委員会の決議をこのできるだけ決議に沿って、結果が出たというようなふうに評価されるように、持っていきたいということを特に林農水大臣おっしゃっておられますので、そうなってほしいなと思っています。一方で甘利大臣はその農業については痛みを伴うという発言をしています。特にその、ま、豚肉牛肉に関しては、ま、関税の引き下げについて具体的なパーセンテージが少し出てきたりとかですね、についても輸入枠の拡大という話が出てますが、このあたりについては、まあ、決まってない段階なのでおっしゃりづらいってことは分かるんですけれども、まあ、その5品目について条項が守れないような状態になったときに知事としてはどのような対応をその政府に対して取るのか、まあ、その際にその県としてどのような対応をする必要があると考えているのか、このあたりについて。まあ、もしという形でそれをこの我々としても認めるような発言をするということは今絶対にすべきじゃないと思っております。農水委員会、衆参両院の農水委員会の決議というものを守ってほしいと言っているところでありますので、我々としてそれについてコメントは控えさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしても茨城農業、日本の農業がきちんとやっていけるような体制を作っていくということが最も大事だろうと思っています。痛みを伴うようなその対応というのはその受け入れられるものなんでしょうか。どういうものか分かりませんので、どういう痛みになるのか分かりませんから答えようがありません。ありがとうございます。ここにございますか。
はい、どうぞ。NHK 佐藤です。よろしくお願いいたします。先週ですね、週末になって安全保障法制、国会の方で衆議院の方で可決になりましたけれども、知事としてこれご覧になってどのようにこう受け止めておられるかと。まあ盛んに言われてますのが、必ずしも国民が十分に理解しきってないということでありますので、政府としてはですね、これから参議院で審議を進めるにあたって十分に国民の皆さんへの説明をする、そしていろいろ国民の皆さんの間から出ている疑問に答えるような形での議論がなされていくということを期待したいと思います。知事としてもこう理解が進んでいないというのはこう感じられるところというのはございますか。支援団体等からもいろいろお声は聞かれているかと思うんですが、私のところで直接行ってこられている人はおりませんけれども、まあ、国の問題という捉え方している人の方が多いんだろうと思っています。まあ、総理自身がですね、これからより丁寧に説明していくとおっしゃっておられますから、それを信じていきたいと思います。今回の法制について、県への影響等についてはですね、何らかリサーチ等はされているんでしょうか。それはやっておりません。はい、県へというよりは、県民ももちろん国民でありますから、他の県などと同じような形での国民への影響ということになってくるんだろうと思います。したがって県独自に調査をするようなことは今考えておりません。県内ですと自衛隊の基地もいくつかございますし、そういった意味ではその海外派遣ということも含めてですね、いろいろ影響が出てくるかと思うのでは。まあ、今具体的にうんぬんということを全然承知しておりませんので、何とも答えはありません。もう先週も前回の会見でも伺っているんですが、賛否というのはいかがなんでしょう、今時点では。それは私の立場としては申し上げないことにしています。はい、何ございますでしょうか。はい、どうぞ。新聞社の豊島と申します。よろしくお願いします。2025年の医療事業を見据えた病床機能の見直しをするというその地域医療構想についてお伺いしたいと思います。まあ、少し前の話ですが、国が先月ですね、2025年10年後の病院ベッド数、まあ、望まれるベッド数ということで、まあ、本県では約2割約5000床削減という推計結果を発表されました。都道府県が策定する地域医療構想に反映させていくということになるのかと思うんですが、まずこの数字の受け止めとですね、医療構想の策定に向けた、まあ、スケジュールや内容などが今決まっているものがあればお聞かせください。まあ、内容などについてはまだまだこれから検討していくことになってまいりますが、5000床の削減ということになりますと、これはとんでもない影響、大きな影響を持ってくると思います。どうも国の方で、この想定しておられる現場の状況というものと本当の状況というものはかなり差があるんじゃなかろうかなと思っております。今多分県内で病床数が余っていると思っておられる方はほとんどないんではないかなと思いますし、またこれから国の方で在宅医療ということに力を入れていくという前提での試算になっていると思いますけれども、在宅医療をどこまで進められるのか、医者の数からしてですね、在宅ということになりますと、これまでと比べても当然のことながら、この1日見られる患者さんの数などは減少してくることになると思いますので、そういったときにうちのように人口10万人当たりの医師数などが大変少ないところで、どういうふうな状況になってくるのか、そういうことも踏まえてこれから検討していく必要があるんだろうと思っています。ありがとうございます。で、まあ、それに関してはその都道府県の権限が非常に強化されたということで、はい、まあ、都道府県の方で、まあ、コントロールしていくということになるかと思うんですが、急性期の病院が結構多いという中で、まあ、回復期が少ない、まあ、現状少ない回復期への転換ということも、まあ、考えられるのかなと思うんですけれども、まあ、ただこれは非常に難しい作業にもなるかと思いますが、
県としてですね、どういうスタンスでこの構想を策定していくかというところについてお伺いしたいと思います。それは地域包括ケアシステムというものをこれから導入していくと、広めていくということになっておりますから、そういうものも前提にした上での必要ベッド数というものを計算していくことになると思います。急性期とその後という形で、このスムーズに転換していけるのかどうかも含めてですね、医師会などの意見もかなり試算というものについては批判的な声も出ているようでありますので、そういうところからも十分実態を踏まえたご意見というものを聞きながらやっていきたいと思います。最後にこれに関しては医師会など医療関係者の方からは、病床を削減していくにあたって、公的病院が先行してモデルとなっていくようなところを期待されているところもあるかと思いますが、例えば県立中央病院の今後の役割とか位置づけというところでは、どのようにお考えでしょうか。病院の在り方ということについては、だいぶ難しい問題があると思っております。日本の場合にこの集約が進んでないんではないかと、分散しすぎているために、例えば2つの病院に別々になっている麻酔科医なんかも2ついるとか、2人いるとかですね、2人で両方に対応できるようにしなくちゃいかんとか、いろんな問題が出てくるわけでありますので、もっと集約したらというこの識者の意見というものもありますから、そういったことなどもいろいろこの全体的に検討していく必要があるんだろうと思っています。立病院県中の方で先行してそのモデルを示していくというような形になっていくんでしょうか。それはみんなで議論する中で決めていくことになると思います。にありますでしょうか。大丈夫ですかね。これで終わりたいと思います。ありがとうございました。